74門艦は二層戦列艦の一種で、名目上は74門の砲を積んでいる艦のこと。もともとは18世紀中盤のフランス海軍で、発達した艦種で、火力と搬送性能のバランスが良かったために、イギリス海軍をはじめとするヨーロッパ諸国で広く建造された。74門艦は19世紀初めの海軍の主役だったが、 建造技術の発展により大型艦が容易に作れるようになったことや蒸気機関の導入に伴い次第に衰退していった古典的な74門艦はルイ15世時代初めのフランス海軍再建機に発明されたこの新艦種は巨大な二層艦で当時普及していた中で最大の36ポンド砲を積むことができた これは以前には3層管にしかできないことだった。この大火力と良好な搬送性能の組み合わせは背の高い3層管や古臭い70門2層管の良い点を組み合わせたものである。難点を言えば旧来の2層管より高価なことが挙げられる。戦列管の原則74門管は通常28門の32ポンド砲 または36ポンド法を下段砲列に、30門の18ポンド法を上段に、そして16門の9ポンド法を選手廊や5パ板に搭載している。一部の74門間は18ポンド法の代わりに24ポンド法と詰めるように設計されていたが、費用がかさむ上に化石祭になりがちであったので、一般化しなかった。上員の数は、 おおむね500名から750名で状況や運用する国によって異なっており、イギリス軍の艦では人数が少ない傾向があった。水船長は最大55メートルである。当時の建造技術からすると74門艦は限界に近かった。このような大型木造艦は時が経つと船体が湾曲する傾向があり、補修が可能ではあったが費用が加算んだ。 このため、74門艦の後に出現した2艘80門艦はあまり普及しなかった。より背の高い3艘艦ではこの問題は発生しなかった。イギリス海軍はオーストリア継承戦争や7年戦争でフランスの74門艦を捕獲した。例えば第一次、フィニステレ・岬の海戦で捕獲されたインビンシブルが有名である。これらはイギリスに 大きな衝撃を与え、結果として1760年頃に多くの74門館が建造されることとなった。これは他のヨーロッパ諸国も同様である。しかし、オランダや北欧諸国のように旋回で喫水が制限、されている国々は74門館より小型の二層館を好む傾向があった。それでもなお1800年頃には74門艦は、 全てのヨーロッパ海軍の標準となっていた。建国直後のアメリカ海軍では、大型フリゲートの建造に集中したため74門艦は、数えるほどしかない。ナポレオン戦争以後は、造船技術の進歩により十分な合成を持った2層84門艦や90門艦が、建造できるようになったため、74門艦は廃れた。最後の74門艦で、 ドラファルガーの海戦にも参加したデュゲトルワンは1949年に自陳した。船尾の装飾はグリニッジの博物館に保管されている。74門館の建造時に制作された模型は多数保存されており、外観も内部構造も実感を正確に再現していると考えられている。ありがとうございます。